牛がおります。ここは北海道後志ニセコ町です。かなり山の上の方みたいです。ここまで来るのにバスに乗せてもらったんですが、ちょっと眠くてですね、ずっと寝てました。すぐ着くんだろうと思って、ちょっとの5分ぐらいの睡眠と思って寝たんですが、結構寝てたみたいですね。街の下の方見えますけれど、あれがニセコ町の中心部の方なんですかね、ちょっと分かりませんけれど、これ山の中にいるように見えるじゃないですか。ところがどこかに、ね、これ普通に旅館なんですよ。ちょっとね、これは驚くべき豪華さですよ。もうこんな豪華な場所って世の中にあるんだなと、やっぱ改めて思いましたけどね。今まで泊まったホテルで、うお、これはすごいなと思ったのは、ホテルウォークラーかな、あそこがすごかった。あとはアスカ2のアスカスイートもね、1泊20万とかすごかったんですが、いや、びっくりですね。ここはザボーリンさんというところで、ニセコにこんなすごいホテルがあるというか、旅館っていうのかな、あるというのは知らなかったんですけれども、今回、こういう超高級旅館みたいなところはもう必ずですね、事前に電話連絡を入れて、もしもし撮影させていただきたいのでよろしいございますかというのをお尋ねするのが普通なんですが、私四季島の方にはそう言ったんですけれど、今ねトランスイート四季島に乗ってきてるんですけどね。で、旅館については別にもう疲れてるだろうし取らなくていいやと思ってあんま考えてなかったんですが、部屋に入ってきたらですね、なんだこれは、ちょっともう驚いて、それで部屋案内をしてくださった方にですね、この今からの、お伺い大変失礼、そこ、承知で、申し上げますけれども、あまりにも素晴らしいところだったものですから、今から撮影させていただくことはできませんでしょうかと、お伺いをしたらですね、もうすでに四季島のデスクの方からね、そっちにも話が行ってまして、いろいろと事前に準備していただいてたみたいですね。すいません、ありがとうございます。で、マーケティング、なんとか方針のですね、関係から、お部屋の中とかそういったところは OK、 ただ、パブリックスペース共用の場所については、映さないでくださいということでしたので、それはですね、もちろんやってか、むしろそんな風に事前に調べてくださっただけですごいし、食事とかもすごいんでしょうけど、豪華な食事っていうのは敷島でもいくらでも出ますんでね、そこら中であるわけですけれど、豪華な部屋を私は映したいと思ってたので、部屋が映れば十分です。あそこに蝦夷富士羊蹄山が見えますが、これ下半分のこのぐらいしかね見えておりませんけれど、本当はこういう感じになってるわけですね。で、下が見えるだけね、十分です。羊蹄山、ニセコアンヌプリとかもどっかにある、 あっちの方だっけな、いいです。これが外のベランダですけどね、うちのベランダの何倍なんだろうなみたいな広さです。お、アメンボだ。アメンボが来てる。アメンボじゃないか、ガガンボか、どっちでもいいや。無害な虫のことはほっときましょう。上もなんかこんな新しく、いつ建てたホテルなんでしょうね。いや、もうね、本当驚くべきことですけど、で、ここはベランダ兼露天風呂なんですね。これ客室についてるんですよ。お前パブリックスペースで撮ってんじゃねえよって思うかもしれませんけど、これ自分の部屋についてるもんですから、別に勝手に撮っていいわけですね。許可をもらってね。いや、部屋についてるものでも勝手に撮っていいかどうかってね、いろいろ議論の余地がありますけどね。これは、お湯がね、なんか自動で温度調整されて出てくるそうなんですが、こういう風にこう管を通ってね、こう降りてくるんですよ。で、このバルブをこうなんか調整して温度とかね確認するらしいんですけれど、私どもがお昼じゃん、夕飯をいただいている間に係の方がこう中にですね入ってきて、掃除とかしてくださるわけですが、その時にこのお湯についても温度計を指してですね、それで確認して、でもし熱かったりぬるかったりしたら、このバルブをこうひねって調整してくださるんだそうです。こんな豪華なとこあんの、本当に異常とか言ったら失礼か、ここに入った、部屋に入った一番の感想は、もう二度とこのホテルには泊まらないだろうというもので、それはこのホテルに対して失礼なことを感想を持ったんじゃなくて、素晴らしすぎてですね、ここまで素晴らしいものは私には必要ないなと思いまして、今後も四季島のね3泊4日コースにまた参加するとかがあれば褒めさせていただくかもしれないんですけど、ちょっとねこっちからなんかこうあれですね、逆にここまで行くと、なんていうんですかね、全然悪い意味とかではないんですけど、ちょっと覚悟がいる感じがするから、でも気楽に接していただけますよ。接客がそんな超めちゃくちゃ堅苦しいとか、そんなことはありません。こんな、いかにも髪切ってないね、変な大学生みたいなやつでも泊まれます。いや、泊まれるのかわかんないですけどね、本来は泊まっちゃいけないかもしれないですけど、そんなやつは。とにかく、丁寧に愛していただいています。これ、ヒノキなのかな、全然それも分かんないんですけど、お風呂ですね、これを持ってですね、こうジャブジャブジャブやるとか、あとはこれも銭湯の安いやつじゃないですよ、シャンプーって書いてありますね、ザボーリンハニー、プロテオジャン北海道パインって書いてありますが、多分なんかその天然のなんとかを取ったやつ、全部オリーブオイル、蜂蜜オリーブオイル、これはアミノベースド
プロなんとかって書いてあるのよく分からなかったんですが、まあよく分からなくてもあの高級なものが置いてあるということでね、お風呂の桶もこんな感じ、これまさにこう昨日作ったかのような綺麗さですね。あとは、まあ、これあのお風呂から紹介をし始めるっていう異常なスタイルですけどね、これまでにはない。あちらにそれぞれのお部屋なんですが、あちらがね、この旅館の廊下なんですけれど、なんか全室離れ構造みたいな感じなんですよね。これ開くのかな。あ、開いた。こっちが廊下なんですよ、わかります？こういう風に横向きにね、通っていて、で、うちの部屋が、うちの部屋と廊下がつながっているのはそこなわけですけれど、あの全ての部屋がなんかこう独立していて、廊下とはもちろんつながっているんですけど、隣の部屋とは壁が直接つながってないという構造らしいんですね。で、この旅館はですね、基本多分2名定員だと思うんですが、2名の定員で、15室しかないのかな、確か東に7部屋、西に8部屋とか伺いましたんで、つまりそれだけのわずかな部屋です。下世話な話ですけれど、一泊いくらなんでしょうね。後で調べてみましょう。ちなみにあの床から何やらポカポカとしますけど、ここは床暖房が備わっております。これバスローブかな、バスローブじゃない、バスタオルだ。それからあとはここすごいですね、なんかこういろいろ書いてある、プラチナアクアウォッシュって書いてあるな、プラスイか、プラチニウムって書いてあるけどね、よくわからないですけど、これは歯ブラシみたいだな。中は意外と普通な気がするんですけど、普通な気がするだけね。下の漆器みたいなのも、これもちょっとまたすごいし、これもまたなんかね、こう、ちょっと一応今回はですね、あのいつもみたいになんか私の旅館紹介で下品になりがちなイメージがあると思うんですが、あまり下品にやることはできないから、もうこういうところで下品にやったらね、あの今後も、なんスーツってそんな高級旅館泊まってる時に下品なことばっかりやって、あの旅館の中で、ね、イメージ悪くするやつなんか他の旅館にも思われたら困るんで、あのそういう品の悪いことはできないわけですけれど、まあまあまあ、こんな感じのところですね。あとこう外に北海道のこう緑がこ うまくですね、こう反射して鏡にまでこう緑の世界が広がるのがまた素晴らしいと思います。牛が忙しそうだな、あっちからこっちへ動いております。じゃ あ改めてこれがドアですけれど、これ開けて入ると、まあ、ここに靴箱があってね、これこういう感じで、こうこれはあの館内用の履物です。これは履いて、お食事ですとか、まあ、それから館内どこへでも歩いて行っていいそうです。まあ、館内もね、あのバーとかラウンジみたいにいろいろあって、ここからは羊蹄山がみたいなすごいところいっぱいありますのでね、あの部屋がこれならば外もまた押して知るべし、これ壺ですね。あの実用性は全くないと思います。入り口こんなに狭い壺ですからね、飾りですから、まあ、それで十分というわけです。多分一回もあの容器として使われることはないでしょう、あの壺は。それからあの私はあのベッドというのはね、ここに入ってきた時にこういうものがあって、あ、これはなんかあのベッドにすんのかなと、なんか寝台車の乗りすぎでそういう風に思ってしまったんですが、そんなはずはないですね。あのこれはただこういう形をしている巨大なソファーが置いてあるというだけのことでして、あのですね、あそこの奥の方にこういう、また例によってあの巨大なベッドがあり、なんかここにも2人ぐらい寝られそうですけどね。なんならあの別にここにだってあの10人ぐらい寝られるはずですけれど、そんな話ばっかりいつもしてしまう。ちょっと前まではそういう生活しかしてませんでしたからね。今だってそういう生活をしないわけではないし、このまあベッドとあとは枕元にコンセントなど、まあ、大体気の利いているホテル、旅館の特徴は大体揃っています。あとなんだ、蛇口に見えたけど蛇口のはずはないですね。これは読書灯みたいなやつかな。寝てる時に、ね、一人だけなんか本読みたいとかいう人にはこれがあるといいんでしょうね。はあ、すごいな。今まで泊まった旅館の中で一番すごいですけれど、逆にこっちが恐縮するもんね、こんなところに泊まってしまうと。うちより圧倒的に広いですからね、この部屋の方が。全室離れですって聞いた時には、わ、さすがだなと思ったんですけど、この部屋で旅館に着いた時もね、欅の樹液で作った甘いジュースみたいなのをいただいたんですが、あれも美味しかったですけどね。やっぱこう、欅って言ってなかった？楓だ、そうだそうだ、メープルだっすね、そうだ、楓でした。あとはなんかこんな、これはあの館内着とかね、あのそういったものもあるんですけれど、まあ見ていただければ大体この辺はわかるかなと思います。
あとはコンセントが今は入ってませんけどね。これあれでしょ、羽のない扇風機ですよね。どういう原理でこれは風を飛ばしてるのか分かんないですけど、そう、あるよね。これは暖房器具なのかな、もはや何だか見ても分からないんですが、多分なんかそういうやつですかね。間接照明とかじゃないと思うんだよな。それだったら最初から電源は入ってるはずです。なんですかね、これムードって書いてありました。これも座り心地がいいんだろうな。柔らかすぎなくてちょうどいいや。自分でこの画面を見ててなんかおかしく感じますけどね。部屋の天井の高さも3メートルぐらいはあるんじゃないでしょうか。かなり開放的ですね。実はワンルームなんですね。そうですね、ワンルームだ。ここにこういう風な巨大な仕切りがありますけど、四季島という列車の格を逆にこんな宿に泊まったから逆になんか分かったような気がします。よく分かんないですけど、こういうレベルの旅館っていうのはどれぐらいあるんですかね、世の中に。まあ多分私が知らないだけでもっと実はいっぱいあるんじゃないかと思うんですけれど、伊達門別という駅で降りてから、バスに乗ってですね、2時間ぐらいなんだかんだ移動時間がかかりました。なぜ2時間も移動するのか、もっと近くにホテルあるだろうと思ったんですが、まあ、確かにこれほど こだわりの宿みたいなところに泊まってほしいから、だから2時間もかけてでも、そこへ行くということを多分やったんでしょうね。一回閉めます。部屋についてのご紹介は、まあ、大体これで済むかと思いますが、ここはテレビや地上波が入らないそうでして、ここに、ね、こういうふうなテレビあるんですけれど、インターネットテレビをご案内しますと教えていただきました。ここに、あ、これか。ちょっと難しいんですけどね。これで操作するんだ。そんなのか。これ押せばいいのかな。あった。これ押したらなんかつきましたけれど。あ、ついたついた。これで、あとはなんかこの部分を撫でると、なんか操作ができるらしいんですね。YouTube。ABEMATV とか NHK ワールド TV とか、なんかそういうやつを使って、大体こう、ABEMATV ってね、結構低俗なイメージありますけれど、意外とそういうの入れちゃって、まあそれしかないんだからしょうがないですよね。YouTube をどうやってこれを、難しいな、操作が。あ、なるほど。こうやって進めるんですね。まあこんなところにですね、あなたへのおすすめで、あ、前に泊まった人の情報がここに出てるんだな。前の人、中国のなんか映像をここで流してたみたいですね。なんだこれは。大体アクション映画とか、米人なんとかとか中国だな。おすすめ動画も基本的に中国だ。これ次に泊まる人、スーツの動画見るかもしれないからな。これで、検索のやつで、スーツっていうとこ、最近海外にも対応しましたんで、SU、難しいな。IT、あ、出た出た。スーツ旅行チャンネルがありますんで。じゃあ、名古屋の、ホテル名古屋キャッスルのやつでも。あ、広告が流れてきた。これ広告ね、スキップするとお金もらえなくなるって思ってる人いるんですけど、なんか一応スキップしても収入ちょっとは入るらしいです。ただしない方が入るみたいですけどね。あ、流れてる流れてる。今はここは東海道新幹線の東海道JR セントラルタワービルの相当立派なこれありますね。こんなマリオットよりここの方が豪華ですよ。まあマリオットにも豪華な部屋、ここより豪華な部屋あるかもしれないですけど、それちょっとよくわからないんです。どうやって止めたらいいのかな。ちょっと操作が難しいですかね。まあこのぐらいで停止ってなんだけどさ、このリモコンがこれしかないのよ。あ、手でできるの。あ、手でできるのこれ。単純に、へえ、そんなこともできるか知らなかった。まあ一回電源、あとは水と、それからですね、電話、フロントに用があるときはどうするのか、フロント9番ですってよく言いますけれど、そうじゃなくてね、ここにVIP って書いてあるんですけど、この VIP ボタンを押してください。あ、私たち VIP なんですが、まあ、多分全員そうなんでしょうね。それからあとは、これは何かな、引き出し、ちょっと開けられるところ全部開けると、あ、コーヒーグッズですかね。あと、そうそう、中に美味しいお菓子があって評判ですから、多分本当に評判なんでしょうね。どういうお菓子かな。ザボーリンって書いてある。黒豆と大豆のかりんとう、お茶菓子みたいなやつですけどね。これも後でもらいましょう。大豆アレルギーの可能性もあるんで、ちょっとね、食べられるかどうかは後でまた検討したいところですが、他にもですね、ここに、これはなんだっけ、冷蔵庫がございまして、このようにちょっと開くわけですけど、中にこれまた
これよく見たらちょっとまずあれがもったいないから閉めてくださ、これザボーリンって書いてあるんですね。ザ座る、忘れる林、これを一つにまとめたロゴです。これは人参ジュースかな。これタダで飲んでいいそうです。有料の飲み物というのはこの中に入っているビールとそれからこのお酒ウイスキーなどでいくらするんでしょうね。例えば、見るとあでもそこまでスーパーニッカとか普通のやつあるんだな、スーパーニッカが1500円、それからあとはなんだ赤ワイン3200円。これちょっと私お酒飲まないんで高いのかどうか分かんないですけど多分不当に高いというほどではないのではないかと思うんですがどうなんでしょうか。これはおからとバジルのせんべい、これ多分無料なんだろうな。あまりこんな風にして片っ端から開けるのも品がないと思うんでとりあえず閉めておきます。まあ、どうせ後でまた片っ端から開けるんですけどね。あとは何かあるのかな。コカ・コーラ、スジャータのミルク、スパークリングウォーター、こっちはワインっぽいな。2017とかね、オタルエースとか書いてある。まあこれはビールでしょうね。これなんだ、リンゴジュースね。リンゴとトマトと人参なのかな。意外とジュースはなんかマイナーどころを攻めますね。いやさっきのが本当に人参で本当にトマトだったか分からない。意外とスイカジュースとかの可能性がある。この壺の下には、あこれさっき開けたかな、特に何も入ってないそうですが、これ全部収納か、全部そうですよ。ほとんど何も入ってないんじゃない、何も入ってないですね。まあ、どっか見たら何か入ってるかもしれませんが、あなんか入ってる、スリッパだな。うん、肉厚のしっかりしたスリッパが入っております。ちょっと今からザボーリンがいくらなのか調べてみようと思うんですが、いくらだと思う？14万。あいい線いってるね。16万8000円だって、うん、2名で団体だから。そうだね、うん、16万円か。実は調べたの前。あ調べたの？そうなのか。一枚上手でした。ホームページにいろいろ書いてあるんですけど、ザボーリンは正座して、正座っていうのは静かに座して現世を忘れ雑念を取り除くという禅の思いを込めて生まれました。すごいですね。こんなところに友達ばたら雑念が生まれまくるような気がするんですけど、日本旅館の心を大切にしながらもモダンで上質な快適さを追求した宿で日常を離れ雄大な自然の中で季節の移ろいを感じながらゆっくりおくつろぎください。お客様がプライベートな空間でお好きな時に温泉をお楽しみいただけるよう客室専用の内湯と露天風呂をご用意しました。お食事は旬の北海道の恵みをふんだんに使った新しい発想でお届けする、北懐石をご堪能ください。これが公式サイトですね。あと何かあるかな、旅館温泉お料理、ちょっと料理とかね皆さんにご紹介できませんので、その代わり、まあ、ホームページの写真も勝手に上げるわけにもいきませんが、まあ、詳しく見てということですけどね。伝統的な和食の技法を大切にしながらも独自の発想と感性でご提供するザボーリンの北懐石、地元の作り手と真摯に向き合い厳選した食材を使用し通常の懐石料理の方にはまらない地域性の高い料理を目指しました。力強い北の料理と海の恵みに感謝し、それぞれの素材の持ち味を引き出す丁寧な仕事を施します。ここからは出られないのかな、これね。ちょっと出られるなら外に出ようと思ったんですけど、作り手の魂がこもった器の上に想像力と遊び心を持って盛り付けられた滋味あふれるお料理を通して北海道の季節の移ろいを感じていただければ幸いです、というのは料理長の瀬野さんという方からのメッセージでした。違うかな、うん、料理長のメッセージじゃないかもしれない。プライバシーじゃなくて、なんて言うんだこういうの、その人の経歴の紹介でしたけどね、プロフィールだ。北海道生まれ、設計を出かけるエンジニアから和食の道を極めるに至った異色のシェフ。確かにニューヨークの日本料理店を皮切りに北海道、東京にて研鑽を積む、日本のどこにいても世界中の食材が手に入るこの時代に出身地北海道の豊かな食材へ回帰し、自然の恵みを生かした地域性の高い料理の創造を強く意識するようになり、ザボーリンの料理長へ。ザボーリンでは、地元の作り手と真摯に向き合い和食の枠にとらわれずに地域の味を最大限に生かす調理法にこだわって北海道の恵みをお客様にお届けします。北の手つかずの自然を感じながらザボーリンでしか味わえない上質な食の世界をご堪能ください。まだ続くんです、これすごい多いですね。あとは写真かな、
ご夕食、今から夕飯の時間、落ち着いた趣のあるお食事どころにてザボーリンの北懐石のご夕食をお楽しみください。厳選された旬の素材の持ち味を存分に味わっていただけるよう調理法、盛り付けにもこだわりました。北海道の自然が育む豊かな恵みを五感で味わっていただければ幸いです。連泊のお客様には、いろり部屋での暖炉、違う、炉端焼きのご夕食もございます。席に限りがありますので事前にご予約ください。ご朝食、伝統的な和朝食に北海道の恵みをふんだんに取り入れました。ご希望によりご満足いただけるよう趣向を凝らした洋食にも変更いただけます。釜で炊き上げた地元銀山さん、銀山ってのはあのあれですね、しかり別銀山とかで、あの SLC62 ニセコの撮影ポイントがうんぬっていう話はできるんですけど、あの、まあ、つまり、この、まあ、周辺の銀山というところがあるんですが、銀山さん七つ星の、白米、白白飯なんて言うんだろうな、白飯って書いて、手作りの惣菜と漬物、牛乳豆腐、北海道産の旬の焼き魚、北海道産の味噌、数種類を使った味噌汁、地元くっちゃんの養鶏場の卵料理、旬野菜の包み焼きなど、まあ大体お食事のご紹介についてもこれぐらいで終わらせていただきます。私はあの16万円ぐらい、まあここに払って泊めていただいているわけですけれど、その一方で周りの方もね、みんなそれだけ同じ額をあの払って、泊めていただいているわけですから、あの自分としてもその周りの方のね、その払ったサービスを受けられるように、配慮しながらあのやらなきゃいけないと、それだけは本当にいつも気にするようにしています。いやしかしいいですね、この牛の背景に、北海道のこれね、北海道らしい、畑とか、あのなんか北海道特有のなんかなんていうの、農場にあるようなね建物とかがこう並び、ここがかなり高い山の上であることもまた同時にこの1枚の絵からお分かりいただけるでしょう。羊蹄山もさっきよりちょっとなんか晴れてきたみたいだな、少しですけれど、実は結構裾野が広いんですね。下の方まで見渡すことができます。これ目の前もなんかそのまんまありのままの自然って感じではないな、あのそう見せかけておいて結構これ考えて整備してるんじゃないかなと思いますけどね。この石の配置とかね、原生林だったらああいう風になってしまうでしょ。白樺が生えているということは多分もうちょっといっぱいあったんじゃないかなと思うんですけど、うまいことですね、これあの間引きして牧場などを素晴らしく見渡せるように、各部屋からこの牧場の様子が見えるようにおそらくは配慮して作られているはずです。ちなみにあそこにあの牛がたくさんおりますけれど、あの露天風呂もすぐその目の前にあると、そんな露天風呂に入ってね、あの牛があそこにいるところで、牛を走ってる走ってる走ってる、あこれみんな面白いですね、これ走ってるな、へえ元気だね、乳牛ですかね。で、あの牛がいるところにね、人も来たらば、あの露天風呂に入っても見えんじゃないかと思うんですけれど、まあなんか牛ぐらいしか来ないらしいですね、聞いた話によると。牛ってのはもっとだらけてるイメージがあったんですが、食事はしますけれど一方でしっかり運動もするんですね。あんなによく動き回る牛ならさぞや健康的な食べ物になるでしょう。まあ、あの牛自体を食べるのか牛のミルクを食べるのか、それはちょっと分かりませんけどね。中もここで見る限りは特に悪くなさそうです。まあ、それはね、あの中学校の女子生徒と同じかもしれませんので、いいか悪いかはここから見ただけでは判断できませんが、どこを取ればいいかな。一泊この間の5万円の宿には泊まりましたが、16万円っていうのは本当に泊まったことないからな。5万円じゃないか、一泊2人で11万円だったかな。まああんま金額の話ばっかりするっていうのもね、どうかと思いますから。ああ、なんかこれを閉めると随分また雰囲気も変わります。あの夕飯食べてきました。映せませんけどね、どういうものが出てきたか、すごいもの出たから、口頭でお伝えしようと思います。すごいなと思ったら主に2つ、いやもっといろいろあったんですけど、白樺大根っていうのがありましてね、大根を使って白樺の年輪を描くというものなんですが、こう細いね、こう大根をこうくる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 っと巻いて、こうぐる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 、こうなんていうのかな、お椀を上から見てね、それをこう上からぐるぐる巻きに、こういうふうにコイルみたいな感じであの巻いてるのがあるんですよ。大根をこう薄く切ったので、その真ん中にカニのなんか身をこうすごい大量に固めたやつがこう入ってて、上から確か餅みたいなので蓋してたんですけれど、このぐるぐる回ってるこの周りのね、あの電磁石みたいなこの
コイルみたいな大根が全部一本でつながってるんですよね。でぐる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 ってね、こう見たら全長何メートルかなみたいな感じの、あの意味わかります？今の説明で分かんなかったらもういいでしょ、疲れたので説明しません。それからあとはアスパラの包み焼きっていうのがあったな。あのネギのなんか外側の硬い部分ありますよね、普通太いネギのね、その中にアスパラを突っ込んで、それで焼くとあのアスパラに焦げ目がつかなくて美味しいみたいな。あ、美味しかったです。なんか他にもね、もっとすごい食べ物なんかいろいろ出たんです。まあなんかそういう感じでしたね。あとはあの鹿とかね、エイのすき焼き、エイですよ、エイ、あの海にいるこういうやつね、エイのすき焼きとかそういうのもありました。これ明日の気象状況、最高気温21度、最低気温10度、日の出3時58分、さすが緯度の高い北海道ですね。明日は2019年6月の19日です。あとですね、トイレをご覧に入れますけど見てくださいね。この便座の蓋の大きさがもうなんか違いますよね。なんだこれ、ちょっと背が高すぎるんじゃないですかね。これもすごいし、あのこれですよ、プッシュって書いてあるけど、これを押すと、あら、出た出た、こういう風にね、手を洗うやつが出てくるの。なんでこんなにすごい作りになるのかなと思うんですけど、でね、あのなんかすごい、あのお金持ちの人が利用するあのトイレみたいなの、あの使う機会が一時期実はあったんですけど、全然 YouTube とかやってない時にね、あのなんか基本こういう構造なんですよね。あとここに自動でシュワーってなんか泡が出てくるっていうのもあるんですけれど、泡は出てこないようですが、まあ基本その上等なトイレって感じですかね。さてじゃあ、あのここに飲み物を持ってきたんですが、今からお風呂、私の祖母に先に入ってもらいました。さっきね、外で捨てハゲさんに向けた動画を撮ってたんですけど、ちょっとさすがにこの建物の中で撮ってたらね、ホテルの印象が悪くなっちゃうと思って、それでわざわざあのクマが出るかもしれませんが外に出たんですけれど、そしたらね、外までホテルの方が見参りに行かれてまして、ちょっとまたそれはそれで悪かったですかね。見回りしてたらね、外であのさーとか言ってでかい声で喋ってるやつがいたんだけど、ちょっとホテルの人もね、なんだあれやと思ったに違いないんですけれど、まあ、しかしそんなに気にすることはなく普通に進めてくれましたので、進めてっていうかあの見回りを続けてくれましたので、ね、まあ、よかったんですけれど、外にもあんな感じで各部屋からの明かりが漏れ出ています。うちの部屋はこんな風にカーテンを閉めてますので明かりは出ていません。牛がさっき言った牧場どうなったんですかね。奥にはキラキラっと、そんなにすごい大きな町ではないですからね、明かりがたくさんあるわけではありませんが、でも一応夜景が見られています。お、羊蹄山も影が見えるな。さっきよりもまた上の方まで出てきたような気がしますが、というか一番上まで羊蹄山見えてるな、ここで見る限り。多分見えてると思うんですよね、もっと上まであるのかな。しかし残念ながら明日の朝はもうちょっと天気が悪いようです。カエルの声が聞こえてますけどね、これ旅館の周りでだけ聞こえるんですよね。なんか水が流れているところがこの旅館のすぐ近くというか、旅館の中を流れてるのかな、あるらしくて、そこではカエルがたくさん住んでいるそうです。逆にさっき玄関、正面玄関の外でもちょっと喋ってね、動画撮ってたわけですけれど、そこではね、全然カエルの鳴き声とかしなかったんですよね、そっちの方向からは。まずは中で体を洗って、人参ジュースでも飲みながら露天風呂に浸かりましょうか。いや、素晴らしい木の香りがしてますよ。入ってみて分かったんですが、この温泉はすごい独特の匂いがします。鼻につくような匂い、いや悪い匂いじゃないですよ、油臭っていうのかな、同じ匂いをね嗅いだのは、宗谷地方の豊富温泉、あそこでも嗅ぎましたね。なんといえば、でもなんかこうちょっと刺激のあるような香り、これを油臭というふうに温泉用語では言うんですけれど、それを分かる方にはすぐ分かっていただける匂いです。ものすごくぬるぬるになりますんで、あの石のお風呂ね、あの露天風呂ですけれど、さっきこの宿に着いた時も旅館の方から説明を受けたんですが、本当に出る時ね、あの滑りますんで気をつけないと危ないですね。ちなみに危ないといえば、明日敷島でもまさに通る区間ですが、ついさっき山形県と新潟県の日本海側で震度6強を観測する大きな揺れがあったそうです。じゃあとりあえず今晩撮るのはこんな感じ、また明日何か喋ることがあればって感じで、もしかしたらこれで動画終わりかもしれません。素晴らしい旅館でした。明日の朝ごはんもきっと立派でしょう。ご視聴ありがとうございました。翌朝の4時なんですけど、今のでよく目覚めましたが、あ、綺麗だねこれ。
朝焼け。あ、羊蹄山も随分よく見えるんじゃない。外に出て見に行ったら、いろんなとこから外へ出られるようになってるみたいだけど、こっちから開くのかな。違う。開かないの？でも開くような感じするけど。開かないか。あ、分かった。横向けるんだ、それ。分かった。しっかりと。うん、これ外にブラインドがある。おおお、難しいね。ちょっと寒いから閉めとくね。お、おお、あ、寒い寒いって言おうと思ったけど全然寒くないな。思ったよりも普通でしたけどね。いやー、これはいい景色だ。北海道らしい景色ですよ、これね。羊蹄山、ほとんど上まで見えます。雲がかぶってますが山のてっぺんまで見えるようになりました。今日の天気が悪いって聞いたけど全然そんなことないね。早く起きた人へのプレゼントです。牛は一日中あそこにいたんですね。ずっと野ざらしでも平気なんでしょう。人間は平気ではありません。いやー、綺麗だ綺麗だ、これね。しかしさすがに最近は寝不足なので、昨日四島も3時に起きましたから、もうちょっとよく寝ておかなければなりません。一眼レフカメラで写真撮ろう。夜はウグイスが鳴いておりましたけど、朝は鳥さんがピヨピヨです。ウグイスとかね、そういう分かりやすい鳴き声で鳴くのもいるし、だから立体音響みたいにそこら中から鳥が聞こえてきて、なんこんなに BGM 装置みたいにいろんな鳥が鳴くかね。朝早いので夢を見ているみたいで。昨日部屋に置いてあった紙ね、明日の日の出は3時58分ですって書いてありましたけれど、なんでそういう日の出の時刻を書いているのかっていうのはよくわかるような素晴らしい朝の光景です。朝の4時でもね、ちょっと遅いぐらいでしたかね。でも、まあ、もうちょっと早く起きればその分だけオレンジ色に染まっていたのかもしれませんが、でもこれでも十分素晴らしく来てよかったと思える光景です。